はようございます。釣り子 TV です。春に向けてですね、冬の間に手に入れたルアーをいろいろとごそごそと漁ってですね、見ていってるんですけども、これね、これビッグスパイダーマイクロ、これ買ったことなくて、今回ね、あのガンクラフトの正月に買ったあの福袋に入っていたんですけども、あーどんな感じのルアーかなーと思って改めてね、ちょっと開封して、まあ虫パターンとかね、そういう感じで使うルアーなんじゃないかなっていうことで、まあね、どんな感じか見ておきたいなと思って持ってきてみました。こんな感じのね、パッケージで、ビッグスパイダーマイクロのこれね、チャートリュースというカラーですね。この綺麗な、まあ透明にあってもね、目立ちそうでいい色味だななんて思うんですけども、で裏にね、結構説明書きも書いてあるので、忍び寄る無数の美波動ということで、じゃあね、早速開けていきたいと思います。ね、いつぐらいから聞くかね、通常の感じだと、なんだろう、アフタースポーンの時期とかね、そのあたりかなと思うんですけども、ただね、本当日によっては2月ですけども、あったかい日も増えてきたんで、まあまだ虫パターンは早いかと思うんですけど、一応どんな感じか、こんな細かいんですね、足、あ、で、そっか、ファクトリーロックがしてあって、ここね、ここにこう筋があって、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10、結構なね、足の数で、このピリピリ、なんか今ね、手で持ってるだけでピリピリしてますけどね、こういう感じなんだろう、裏側がね、こう二分になってるんですよね、空気絡みそうな、ね、こんな感じのリブが入っていて、そんでもって表なのかな、こっちこんな感じ、まあ、雲を模したルアーであろうっていうのはね、わかるんですけども、なんかね、ポイント書いてあるかな、あ、これはちょっと破ってしまったんで、肝心な、ところが、説明が先に読んでから開ければよかったな、ちょっと読みづらくなっちゃったんで、この、ね、ところから見れる情報で見ると、まあ、変形防止のファクトリーロックを切り取ってから使用されることをお勧めします、ここのね、つながってるこれを解除してくださいねということと、あと、あ、裏側のこのね、リブ、エアホールドリブっていうことで、キャスト時に空気を捕まえることで水面で姿勢を安定させ、理想のフローティングアクションを可能にするエアホールドリブを搭載ということで、あとチャームレッグということで、この足の先端の方のことについてですね、わずかな水流も捉え、魅惑的な美波動アクションを繰り出すチャームレッグということで、水面でこうフローティング、このエア、ホールドリブによってペチャンとやったら、うまいこと水の上に置いて、でこの足がですね、うまい具合に、美波動を出して魚を寄せてくるよっていうことで、あ、でマス針セッティング、水上フックはデコイの、ビッグバイトフィネスという、針が、まあ、ガード付きの針ですね、おすすめですよっていうのが書いてあって、であとですね、あとジグヘッドセッティング、水上デコイマジックショット、あ、マジックショットいっぱい持ってるな、そんなのの、ジグヘッドリグセッティングもおすすめ、あとは、スモラバトレーラーセッティング、なるほど、後ろ足を2本カットしてセットすることがおすすめですということで、こっちのこの足をなくして、この先端の手だけにしてスモラバにセットするとおすすめです。これつけたらね、あのスモラバって進化速度が遅いね、ふわふわと誘えるっていうのがあって、さらにね、このエアホールドリブプラスこの幾重にもある足のダブル効果でだいぶ、進化スピードを遅くしてくれるんじゃないかなね。で、あのよくあるクモのおもちゃ、駄菓子屋って今あるのかな、駄菓子屋に行くとね、あのね、くじ引きがあって、それで一番、当たりのやつがクモのね、やたらリアルなクモのおもちゃだったり、あとはヘビの
おもちゃだったりするってのがあって、そういうのね、あの小学校の頃とか駄菓子屋に通ってね、当たっただそんなねリアルな雲があるんです。そういうのをつけて投げてみたところ非常によく釣れて、これはワームにしても釣れるんじゃないかっていうことから、実際にワームにしちゃったっていうね、そのね、伝説というかこのできた経緯みたいなのはですね、ガンクラフトのホームページで読むことができたんですけども、で、まあ大きなねビッグスパイダーってのが確か最初に出てましたよね。で、ビッグスパイダーなんだけどマイクロサイズだからビッグスパイダーマイクロってね、どっちやねんっていう感じの名前になっているんだけども、まあここのホームページね、ガンクラフトのホームページで見るとそういった詳しい伝説とか説明とかね、あとはね YouTube とかでもね結構これね虫のように使ってデカバス釣ってるシーンなんてのも見ますよね。で 1,2,3,4,5,6 匹のねビッグスパイダーマイクロが入ってるんですね。こんな感じね、雲なんだけど、こうねこの色だとなんかねいいですね、爽やかな色なんで、まあでもこうどうですか、うじゃうじゃうじゃ、これが黒とか茶色だとねちょっとねゲっていう感じのね、じゃないかなと思うんですけども、で使うときはこのファクトリーロックをちぎって、はい、ちぎって手ちぎんないように気をつけて、こっちもちぎって、ですね、これちぎって、あ、いいや、ついててもいいや、ね、その分で抵抗が増えるんじゃないかな。まあ、このファクトリーロックね、これをちぎって、あ、もうちぎっちゃい、使う、これがね本来使う時の、セッティングみたいなんで、これによって手の自由度が増してよりピリ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 ってね誘うようになるということみたいですね。これはちょっとね今まであのなんとなくねまんま雲じゃんと思ってね、まあ、あの買ったことなかったんですよね。なんか虫系ルアーっていうと、そうですね、ケロムシとかギズモとか、まあいろいろ、あとブーンとかか、使ってますけども、このクモシルエットってまだ使ったことなかったので、今年ねいよいよチャンスね、ハイシーズンも間もなく訪れますけども、チャンスが来次第ですね、投げてみようかなって、マス張りセッティングでやってみようかなってね。ギズモなんかはね、あれまんまハチって感じですからね、こういうまんまクモって感じのやつもね、なかなかどうでしょう。せっかくね福袋に入っていたんで、お試しで、いろんな、クモ食ってんなみたいな、ここクモいっぱいなっていうところで、投入してみたいかななんていう風に考えております。何にしてもね、開けてみるとね、ほんとね色が綺麗なんで、こうちょっと遠目に浮かべといても、あ、よく、見つけやすいんじゃないかななんて思ってね、早速ハイシーズン使ってみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、ガンクラフトのね、これね正月の福袋に入っていた、ビッグスパイダーマイクロ、これをね開けてみて、ね、よく見てみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。